皆様こんにちは、神戸市外国語大学英米学科の名前ひとみと申します。今日は司会を務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。会場が本当にいっぱいになって今ちょっと感動しています。コロナでなかなか対面の行事ができないまま来ました。で今回は神戸市外国大学英米学科の主催で、客員教授の、柴田元幸先生、それから北村聡先生に、お願いして講演会をする運びになりました。非常に楽しみにしております。本当に会場いっぱいになっているんですけれども、もしお席がない方は椅子を増やしますので、係のものがおりますので言っていただければと思います。はい、では始めさせていただきます。名訳翻訳の楽しみ、まず最初に英米学科の、学科長、那須則夫先生にご挨拶をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。英米学科長を務めております那須と申します。学科を代表してご挨拶を申し上げます。柴田先生、それから北村先生、本日はお忙しいところ本学に講演にお越しくださりありがとうございました。また会場およびオンラインでご参加の皆様、本学のイベントに関心を寄せてくださり感謝申し上げます。本日のイベントは翻訳がテーマです。翻訳は私たちが外国の文化や社会に触れる窓口になってくれるものです。未知の言語で書かれたものを理解するにはその言語を習得する必要がありますが、翻訳があるおかげで私たちはそのステップを経なくても未知の世界に踏み込んでいくことができます。翻訳はまた外国語学習への窓口でもあります。翻訳を通して知った外国の文化や社会に興味をかきたてられ、今度は原文でそれに触れてみたいという気持ちになり、それが外国語学習への意欲になったいう人もいるのではないでしょうか。本日の講演者の一人、柴田元幸先生は高名な翻訳家でいらっしゃいます。ただ私たちが普段接することができるのは出来上がった翻訳作品そのものであって、翻訳家の先生と直接交流する機会というものはなかなかありません。その意味で今日のイベントは非常に貴重な機会でありますし、このようなイベントを本学で開催できることは大変光栄なことです。また今日は絵本作家の北村聡先生もいらっしゃいます。先ほど翻訳が外国文化への窓口と申し上げましたが、絵本にも同じような側面があります。絵本は私たちが住む世界そのものへの大切な窓口になってくれます。絵本を通して物語を読むことの楽しみを覚え、その先の読書体験につながっていくという経験は多くの人が共有しているものだと思います。本日のイベントは世界への窓口となる翻訳と絵本のコラボレーションです。翻訳の場合と同様、私たちは絵そして絵本という作品と接する機会はありますが、その絵を描き絵本を作る作家の先生のお話を聞く機会は滅多にありません。本日このように柴田先生と北村先生から直接お話を聞く機会を持てることは大変貴重なことであり、ご多忙の中このイベントにご協力くださるお二人の先生方に改めて感謝を申し上げご挨拶といたします。本日はよろしくお願いいたします。会場オンラインでご参加の皆様も大いに楽しんでいってください。私の方からもご紹介をする必要はないと思いますので、早速、柴田先生、北村先生をお迎えしたいと思います。皆様拍手でお迎えください。どうもこんにちは、北村聡です。豊田さんで柴田です。北村です。今日は大勢の方々お集まりくださいまして本当にありがとうございます。でオンラインでも、大勢の方々がご覧くださっていると思います。とても嬉しいです。
で、こういう機会を与えてくださった、神戸市外国語大学 の、 皆さんに、名前先生をはじめ、お礼申し上げますとありがとうございます。はい、それで、翻訳というのが今日のテーマで、僕は一応その曲がりなりにも翻訳者なのですけれども、翻訳ということ自体でもその、北村さんは、大いに、関わりが関連がありますで、僕が北村さんとその、英語と日本語をこう行き来するような仕事を一緒に、やってもらうととても楽しいのは、まず北村さんはイギリスは何年いました？30年ぐらいいました。だから英語の感覚がもう体に身についているので、ところでこのくらいの声でいいですかね。自分で自分がうるさいなと思ってさっきから聞いてるんですけど、後ろの方々このくらいでいいですか。はい、ありがとうございます。あんまり近づかない方がいいみたいな。はい。で、僕は英語の雑誌もやって、文芸誌もやっていて、北村さんに英語の言葉がついた作品なんかを書いてもらったりするんだけども、そうすると、おお、そこにある。これはないです。これじゃないです。日本語の文記、ね、もう一個は英語の文記っていうのがあって、それはどっか多分あると思うんですけども、でそうすると北村さんの書く英語っていうのがなんか自分の書く英語に比べてずっとこう、もうなんか ここからというよりはなんか こっちから体から出てくるようなその自然さがあって、先発さんみたいに文法とか知らないので、聞き覚えた英語で書いてるので。文法知らないんですか？知らないですよ、ほとんど。じゃあなんかこの文は合ってるなとか間違ってるなとかそういう感覚はないの？いや、ないんじゃなくて、あるけども、なんとなく耳で聞いたりして、本で読んだりして、これ不自然かもって調べて、あ、やっぱりダメだとか、あ、大丈夫だとか、やっぱり僕中学しか出てないし、あと英語は自己流の勉強というか、だからきちっと勉強したことないので、時々文法書読もうかなとか思うけど、読んでると眠くなるしって。でもそうですね、だから長く住んでたことで、あと本たくさん読んだこととかで、なんとなくこうじゃないかみたいな感じですね。でもね、それは実は今後悔してて、もっとちゃんと若い時に勉強しておけばよかったなっていう。もう後悔先に立たず。そうです。誰も笑わないな。でもそのなんとなくこれ違うなって感覚って実は母語については誰でもみんなそうですよね。別にあの文法のあの規則でこれは間違ってるとか誰も思わないで。そのむしろ母語話者的な感覚が身についてるっていうことだと思うので、それでいつも見てて羨ましいなと思う。そうですか。僕の場合は初め、まずこういう仕事になったって、絵本作家になったって若い時にイギリス行って何しようかなとか思ってる時に、なんか思いついたアイデアみたいなポッと出て、それがなんか本になるかも。で、絵を描いて、文章を書いて、出版社を送って、だからものすごい稚拙な英語で書き始めたけど、一応書きたいっていう気持ちだから、めちゃくちゃのいいやつで書いてたわけですね。で、あ、これ破綻すぎました。で、そういう形でやったんですけど、やっぱり子どもの本の絵本とか文章短いんですけど、当時やっぱ書き方分かんなかったんですけど、作家と組んで向こうの、イギリス人というか南アフリカ人だけど、作家と組んでやって何冊か一緒にやっていくうちに、あ、こういうふうに書くんだっていうのは学びましたね、すごくね。だからそれは良かったと思うんですよね。でもやっぱり一応その出版社の人とか友達、イギリスの人とかと付き合っていくうちに少しずつなんとなくですね、でもやっぱり書きたいから書くっていうところで始まってて、だから当時最初の頃はすごく編集者に直してもらいましたよね。徐々にそれは減ってくるけど、でもやっぱり今でも外国語は外国語ですから、よく分かんないとこありますよね。じゃあやっぱりその
ルールを学ぶのも大事だが、まずは自分が何か言いたいことを持ってることがやっぱり ポイント、うん、まあそう、それはその言いたいことってほど大げさじゃなくても、うん、例えばよく喋る人って語学達者になると思うんですけど、うん、そういうこともあると思いますよね。だから別にそういう言いたいことっていうのがその文章なんか文学的なことじゃある人全然なくて、うんうんうん、あのやたら喋る人ってやっぱり言葉覚えるんじゃないですかね。そうでもない。分かんないな。そうですかね。いやちょっとそこは分からないな。うん、でも喋りたいっていう欲求はやっぱり語学の上達につながる。まあ、それはそうですね。はい。はい、まあとにかくそのまずその北村さんがこう英語の感覚が身についていて、だからあの英語その僕らが扱っている英語の言葉遊びなんかがあってもそれにこう、しっかり反応してくれるし、むしろ、言葉遊びがないところでも絵で言葉遊びを、作ってくれたり、絵と言葉の間でこう遊んでいるものを作ってくれたりするってことがあって、で 2番目のポイントとして、あのまあ僕らがいつも言うんですけど、あのまあ僕は要するに言葉を言葉に翻訳するわけだけれども、北村さんがこうそうやって他人の作品に絵をつけたり、あるいは、こう僕が訳したものに絵をつけてくれたりするっていうのは、ある意味でその言葉を絵に翻訳してるっていうか、あの第二の、まあ、どっちが第一かわからないんだけど、翻訳になってるっていうことは強く感じる。それはあの絵本はっていうのはもともとそういうもので、その日本語の絵本でも何語の絵本でも同じだと思うんですけど、うんうん、つまりあの物語、絵で絵と言葉で物語を語るわけですね。でその物語があの、まあ、僕が絵本作ってるプロセスっていうのは最初いろんなアイデアがあるから、スケッチブックに文章いっぱい書く、CM もいっぱい書くわけですね。だんだん煮詰まってきてストーリーがしっかりできてきて、だいたい必要な絵もこうできてきてつながってくるですね。その過程であの文章が減るんですね、どん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 。なんでかっていうと絵が表現してるから、その言葉でこう書いたとこ、これあここで絵で全部言ってるか、この2行いらないとか、でどんどん削っていくっていうのが絵本作る工程で、つまり絵でどこまで物語を表現できるか、でその表現できた分文章をどんどん取っていくんですよ。で取っていって、これ以上取ったら意味分かんなくなるまで取れたら、あ完成っていうのが絵本なんですね。ということは、例えばここにコリン・マクノートンが文書いて、はい、北野さんが絵つけて僕が訳させてもらった、はい、普通に学校に行く普通の日ってあるけど、はい、ここに他人が書いてる文章の場合、あこの文いらないなとか思うようになるってことになりますね。あのね、一回あったんですけど、うん、あの別のハウヨナムって僕が小説家からやってる人が書いた文章が長いなと思って、うん、絵の中で文章の入るスペースをわざと狭くした。そしたら切ってくれたんですけど、うん、普通そういう無礼のことはしないんですけど、まあ、結構話の通じる人だったから、うん、あれでクリマントントンの場合は何も切ってないんですけど、うん、逆に彼は、4ページかなぐらい言葉が一切ないページがあって、うん、これどうするのって言ったら勝手にやってねっていう、ただその勝手にやっててっていうページがあるってことだけ向こうが指定してくるわけですか。あのね、結局彼は実は文章を書いてて、でそれで彼が何をこのページでしたいか分かってて、でも彼は文章はそこに入れたくなかったんですね。だからあなたの絵だけでやってほしいけど、自分がやってほしいことは大体こういうことだっていう文章は書いてる。ね、なるほど、うん、で ある意味でそこは君が勝手に解釈して君の好きなように書いてくれっていう、だからその最後の方の4ページぐらい全然字が入ってないですからね。ありました、ね、うん、そういうことで、なるほど。あの彼がコリンが一個だけ指定したのは、これ学校の先生が出てくる話なんだけど、その先生が乗ってる車なのね、モーリス・マイナーあのエステートっていうのにしてくれるっていう、でそれ聞いた時、あ分かったって、すごくそのモーリス・マイナーエステートっていう車はイギリスの古い、もう販売されてない古い、まあ、大衆車ですけど、それ乗ってる人は結構こだわりのある人っていうのは車で分かるんですね。
あれですか、あの、なんだっけ、あのビートルはなんつったっけ、ドイツのすごい有名な車、フォルクスワーゲンのビートルみたいな感じ。そうですね、それ あれほどポピュラーじゃないけど、ただなんかあのその車って本当に安い車だけど、でもとっくの昔に製造中止ですけど、こだわってるで乗り続ける人がいるんですね。でその人のためにどっかインドかどっかで部品作ってるそうなんです、うん、はい、それは話し関係です。はい、はい、で、もうここで具体的に2人であのやってるあの仕事をちょっと見ていただこうと思うんですけれども、英語クリシェ辞典というのをもうかなり前に、こうやって2人で、作り、ました。で、クリシェっていうのはあの決まり文句ですね。だからあの、美しいオリジナルな表現じゃなくて、もうあの誰でもなんかつい口にしてしまうような、むしろあの陳腐な表現なんですね。でそういう辞典をあの僕が訳したいと思ったのは、あの翻訳の授業とかやってると、あのあと翻訳学校なんかたまに行くと、あの特に強く感じるんですけど、あの小説を、まあ、詩でもいいんだけど訳すときに、こう何でもかんでもこう美しい表現にあのしようとする、そういう傾向が あるんですね。で自分でもそれちょっとやってしまうのかもしれないんだけど、でも実はあの、小説のようなすごくいろんな雑多な要素が入っているあのジャンルでは特に、それ確かにもちろんオリジナルで美しい表現もあるかもしれないんだけれども、結構陳腐な表現もあったりするんですよね。でその陳腐なことが大事だったりする。でそういうことは辞書には載ってないんですね、普通ね。要するにその熟語として載ってるけど、その熟語が要するにかっこいいのかダサいのかまでは書いてくれてない。でそういうむしろダサい、でも誰もがつい口にしてしまうような表現を集めた辞書っていうのを、日本語ではもうあの英語について全くないので、そういうのを一つ出したかったということで、これをあの作りました。でね、現象はね、あのこう言っちゃなんですけど、あんまり良くないですね。で、僕はあの、その後にあのロングマンっていうあの学習辞典の、で有名なあの出版社があって、そこでロングマン英和辞典っていうのの作成にあの、関わった時にこの、この、まあ、名前を言うと、そのベティ・カトリック・カークパトリックの、あのクリシェ辞典というのを日本語に訳したんですって言ったら「I forgive you」って言われたって。あのというぐらい、なんか ある意味では悪名高い本で、ね、なぜかというと、あの項目自体はいいんですけど、そこにこうあのクリシェだからこういうふうに使われてるって実例が載ってるんですよ。それが間違いだらけっていうか、間違ってる方がむしろ多いくらいなんですよね。で今考えるとそれは多分すごいことで、要するに、もうこれインターネットの前の時代なので、あのこう、こう何でもこう切り貼りとかできなくて、多分彼女はそれ記憶で書いてるんですよね。だから間違いが多い、ね、あの書き写したらちょっとあの生じ得ないような間違いもたくさんあるので、でそれをあの日本語版では、全て、直しました。その全部その、元の、 あの本にあたって間違いは直して、あります。で、それ以上に、この現象には英語版にはない、この、北村聡さんの、こういうあの挿絵が、これが単に本当にあのそういうものでは全然なく、もうな中身にすごくあの関わる形で、あの中にいくつもの、あの挿絵が、入っています、はい。で、どれがいいかな、こんなふうにこうところ、いろんなところに挿絵がこう出てくるんだけど、あ、例えばこれなんかいいですね、Cry over spilt milk、まあそのこぼれてしまった牛乳について、泣くっていう、まあ、あの日本語では「覆水盆に帰らず」っていう、まあ、そのクリシェってこういうものなんですよね、本当に。日本語で言えば「その覆水盆に帰らず」っていう。でこれを北村さんはその、この場合 の、 あの「クライ」っていうのは「クライ・オーバー・スピリット・ミルク」の「クライ」は「泣く」っていう意味なわけだけど。むしろそれを、むしろじゃないな、なんて言うんだろう、わざと叫ぶっていうふうに読み違えて、で、あの文句を持ってきてるという、うん、そうですね、
これでも全部曲解というか、間違った解釈をわざと絵にしたんで、それが頭に残ってて、本当の意味が分かんなくなってしまいましたね、僕の中では。あ、なるほど ね、うん、でも最初にはやっぱりその、なんていうか、意図的にまず曲解しようっていう、はい、そうです、わざと、その何ですか、なんでそうしたかっていうと困るんですけど、多分、時期通りにね、絵にしても面白くないと思ったのと、こういうことしてもいいんじゃないかという気がしたからやってみたんですね。で、それ、これの本をイギリスの人に、あ、本っていうか、まあ、イラストを見せたらすごく面白がって、まあ、後でちょっとお見せするので、別の使われ方もしたんですけども、はい、いや、本当にその、やっぱりイラストってさっきおっしゃったように、こう文に書いてあることをそのまま絵にしてもつまんないし、あるいはそのまま描くんだったらもう文はなくなってもいいし、あるいはこういうふうにもうなんか曲げて、そこで遊びが生じるっていう形になるんですね。僕よくイギリスの詩人と一緒に仕事、刺繍のイラスト描いたりすることよくあるんですけど、そういう時に詩に書いてあるそのものだけを書くんじゃなくて、何て言ったらいいか分からないんですけど、例えば詩を読んだ印象とか余韻みたいなものを絵にするみたいなことがあって、それが面白いというか、あと詩人もそういう喜ぶ気がしますね、そういう書き方される。だからさっきちょっと言いましたけど、その絵自体も一つの翻訳なんだっていうことを、どうせなら今それをお目にかけた方がいいかもしれなくて、これも2人で作った本ですけども、アイスクリームの皇帝という、僕がなんか詩とか詩のような文章を選んで、まあ、これ中身は今見えないと思うんですけれども、作りだけ見ていただくと思うんですけど、左側にこうやって英文があって、で右側にその日本文があって、でその内容に即してこう絵を描いてくる。あとこの場合は全部視覚的なのも全部自分がやるので、まず英文と日本文があって、それをどういうふうにページの中に入れるかっていうのも、まあ、デザイン的なことですけど、結構大事なんですけども、結局僕の場合詩を読んだらその詩の印象が頭に浮かぶわけですね、イメージが。そうするとそれを書こうと思うんですね。すると面白いのはイメージによってそのイメージに近づけて書こうと思うと、今まで描いたことないような絵が頭に浮かぶっていうことが時々あって、そうするといろいろ工夫してどうやって描いたらいいんだろうかとか、それで思考、いわゆるいろんなことを試してみたり試行錯誤して出来上がる。まあ、これなんかまあ僕の絵にそんな遠くないんですけど、次 その新宿駅とか、これこういうタイプの絵ってあんまり描かないんですけど、これは新宿ステーションっていうそういう詩なんですけども、でそれこれ日本に住んでるアメリカ人の詩人の方ですが描いたのね、だからいろいろ考えて、やっぱりプラットフォームで新宿駅っていう、あと次のこれなんかも全くいつも描いてるような絵じゃなくて、これはエドガー・アランポーのヘレンっていう有名な詩ですよね、トゥーヘレンですよね、トゥーヘレンね、でなんかこの詩を読んだら印象がすごい大げさな詩だという気がして、なんかその女性を称えてるようななんか詩なんですよね、確かって、で一体どういう女性なのみたいな気がしたんで、いろんなタイプの女の人描いて20人描いたの、さあどれでしょうみたいなそういう、まああとそのそういうものを描くのが、思いついたものを描いてその浮かんだイメージに近づけていくっていうのがとにかく面白い、楽しいということで、それは全く僕の解釈で他の人が描けば全く別のものになると思うんですけど、僕は小説を主に翻訳してますけども、詩の翻訳についてはある、まあ、ほとんど絶望してるところがあります。だから英語の詩を、日本語に直しただけ、その、日本語に直したものだけを読者に見せてどこまで予算が伝わるかというふうに考えると、かなり難しいというか、あまり伝わらないというふうに
実感として感じることの方が多いです。 でもこの本作ってやっぱ思ったのは、こうやってあの絵 の第二 の翻訳っていうのが、つくことで、やっぱり伝わり方も全然違うと思います。こういう形ならその詩の翻訳っていうのも可能なんじゃないかというふうに、思います。あともう一つ、詩の場合の絵の役目は、その詩を効果的に見せたいっていう部分、絵があるんだけど、ページの上に詩だけあるっていうのも、それが一番正当なんですけど、絵をつけるなら、その詩がある意味で、美しくというか効果的に見えるようにしたいなっていうのがあって、あれどれでしたっけ、青いやつ のメルビルです、メルビルじゃないか、メルビルは、真っ青ですね、それですね。これなんかは短い文章だけど、これ水についてなんか書いてあるんですね、はいはい、ですごい綺麗だなと思って、これを綺麗に見せたいなみたいなんで、何やったかっていうと、紙青い絵の具を紙にワッと塗って、紙半分に折って開いた。で、開いたあたりに絵の具があまり乗ってないんで白いから、そこに字を入れると、まあそういうような。いや、これ1ページ1ページこう絵が違いますけど、全部違う手法なんですよね。そもすごいと思います、はい。で、ただしこのアイスクリームの皇帝というタイトルにした本で、中にこの、ウォール・スティーブンスのアイスクリームの皇帝という詩も入ってるんですけど、これについては、いや、これとっても難解な詩なんですね。で、僕はよくわからないで訳しています。僕もわからないです、はい。で、これはなんか出来上がってみて、なんかいい感じに出来上がったと思ったけど、出来上がったんですけど、なんか話してみたら、三田さんはもうよくわかんなかったって言って、そうか、僕はなんか自分はよくわかんなかったけど、さすが北野さんよくわかってんだなと思ったら、いや、わかんないですよ、全然、ね、はい。でもなんかすごいいい感じのページには、ページになる、つまりわかんないけど、なんとなくこんなイメージかなっていう、なんか頭には浮かびますよね。なるほどね、それは強いですね、はい。で、またクリシェ辞典の方に戻りましょうか。もう60個ぐらい絵が、例えばこの Dressed to Kill っていうのは、バッチリ決めてるってい こう服装がおしゃれで、もうバッチリ決めてるっていう、そういう意味なんですけども、これも、これは何というか、読み違えるというか、文字通りに取る曲かのやり方ね。もういや、主にこれは文字通りに取ってるその曲かが多いな、この要するにもう殺すための服装をしてる、決闘の服装をして、ちゃんと武器も両手に持ってるっていう、はい。なんかこの人間が妙に僕に似てるような気もするんですが、はい、はい。こんな感じで「Eat One's Hat」っていう、本当にもう帽子を食べてるとか、ですね、あとはこのね「Fit for a King」っていうのは、なんであれでしょ、王様に出しても恥ずかしくないような、ふさわしいものですよ ね。でも王様にしてはなんか体を鍛えるというね、みたいな、フィットネスのフィットですよね、こう体の元気っていうのがあって、はい、そっちにこう読み替えてる。こう絵描いちゃうとね、こっちに自分のでっち上げた解釈しか頭が来ない、正しい意味だいぶ忘れてます。どれも好きなんですけど、いっぱいあるので、これが僕は好きですね。あ、そうです。 Just what the doctor ordered っていう、もうというのがバッチリこれしかないものっていうような意味でよく、使うんですけれども、要するにお医者様がこう命じたもの、まさにそのものっていう、ことなんですけど、それをこうなんかお医者さんが、レストランでウェイトレスに、注文してるっていうですね。これもオーダーの意味の曲解。これは曲解ってでも文字通り間違ってないわけですよね。あ、そう。だから、その普通の使われてる意味からは逸脱してるけど、これはこれで正しいっていうんですね。とはですね。このキックザバケットっていうのは、バケツを蹴るっていうのはくたばるっていう、そういう意味なんですけど、本当に文字通りバケツを蹴ってるとかですね。あとは、これも好きですね。Little pitchers have big ears っていう、水差しのことね、ピッチャーって。
あの小さい水差しだけど、まあ、だから山椒はピリリ、小粒でピリリと辛いみたいな感じで、そのピッチャーは小さいけどこう持つところは大きいみたいな、それが本当にあの違うピッチャーになって、そうです、そうですね。はい、じゃあ次行きましょうか。はい、どれがいいかな。まあまあ、あのパッパッと 絵見ていただくだけでもあの、すごくあの楽しいと思うんですけれども、あ、これも好きですね。 Only time will tell、 これは本当に、まあ、あの決まり文句というのは文字通りの、まあ、要するにこう時が経てば分かるとか、時が経たないと分からないっていう、まあ、いうような意味ですけど、それ本当にこうあの目覚まし時計にこう耳を当てて、もうあの時間がテルしてくれる、何か教えてくれる、じゃないかって見てるっていうことですね、うん、はい、そんな感じで、はい、これはまあすごく素直なんだけど、とにかく視覚的にあの楽しくて、これもすごく好きですね。あの、日本語で言うとあれです、ね、猫に小判っていうのは英語では豚に真珠って言うんですけれども、はい、とは、あ、これは See a man about a dog っていうのは、これって実際に使われてるのって聞いたことあります？うん、どうかな、そんなには使わないね、うん、そんなに聞いた覚えはないですけど、うんうん、ただ表現としては結構、まあ、有名って言ったんですよね、ね、よく、うん、まあ、なんか野暮用でこうちょっと出かけるみたいな時に、うん、あんまりはっきり言いたくない時にこうやって See a man about a dog、 なんかその犬について、あの犬の用事で誰かに会うっていうのは言い方をするわけですけど、で文字通りなんかこう犬を連れた人に会ってるって。英語ってクリシェ的なものって多いですよね。イディオムとかクリシェ。うん。日本語と比較してるんですか。どうだろう。まあ日本語も中国語からすごくこうね、あの熟語借りてるから、うん。まあ、どっちも豊かっていう感じですかね、そういうのはね、はい、これはもう本当にこれなんかはまあ文字通りで、とにかく絵としてたどった、これは別に曲、まあ曲、あ、まあ、そうか、あの、曲解ではないが、もう本当に字面通りと捉えて演じて、はい、Skeleton in the Cupboard っていうのはあの、そういうあの棚の中の骸骨っていうのは、あの要するにどの家でもなんか暗い秘密がある、その暗い秘密のことをこういうふうに言うんですよね。 でもその言葉を言うときには、僕らは外国人だからなんか文字通りについ意識しますけれども、まあ母語として使ってる場合にはあんまりもう文字通りの意味をこういうあの意識しなくなってると思うんですけども、それをあえてもう本当にリテラルに書いてしまう。そうですね、うん、はい、だんだん言うことがなくなってますね。そうですね、はい、絵は楽しいんですけどね、はい、Take the words out of someone's mouth、 もうあの、こう人があの言おうとしたところでもそれを取っちゃって、こうあの口を挟んでもう言っちゃうっていうんですけども、それを文字通り本当に誰かの口から words っていうものをこう引っ張り出してですね、はい、こんなところですかね。もう一つ、あ、これはあれですね、Wolf in Sheep's Clothing っていう、その、羊のこう皮をかぶった、狼ってことで、あの見かけは優しそうだけども実は悪いやつっていう、そういうような意味で、これをまあ止めてあのしたのは、北村さん の、 あの、主要作品の一つにこれをひっくり返して Sheep in Wolves Clothing、うん、っていうのをやって本を書いたんですけど、 iPhone で、 でそれはあのもちろんこの言い方があるっていうこともあるんですけど、実は題名 なしで書いてたんですよ。あ、そうなんですか。 そしたら友達がちらっとそれを見て、しばらく経ってから会ったら、ところであの仕事どうなってるって、
あのなんだっけ、ウルフスインシープスクロースに打って、うん、だっけみたいな言い方して、うんうん、あ、そう、これそれだと思って、うん、それをひっくり返して題名にしたっていう、ええええ、で、やっぱりそういうのってなんていうか、もうその言語にこうもうぴったりくっついた表現だから翻訳するのってそのままで意味で、ね、日本大は羊のコートはどこ行ったって言うんで、実はそのコートはどこ行ったんですか、ね、どういう話かというと、羊が何匹かあの海に行くんですね。で、海に行ってあの海に入ろうとしたら、そこに狼の何人か何匹かいて、ちょっと待ってって言って、その美しいコートがね、塩水で傷んでしまうから脱いだなって言って、みんな脱ぐんですね。で、狼はここで見張っててあげるよって言って、で、みんな海に入って帰ってきたら、いない、狼いないし、自分らの羊のコートもなくなってて、それで、困って、そしたらその一人が、自分の親戚、いとこが探偵なんだって言って相談しようって言って、それで相談しに行って、で、町をこう散歩しながら考えようって言った探偵が歩き出していくと、あの毛糸がちらっと見つかって、それを追っていくと狼のその工場にたどり着く。で、狼はそこでその毛糸、羊の毛糸をばらしてセーター作ってるという、で、それを取り返すという話だった、うん、で、だから日本では羊の毛糸はどこ行ったという、うん、そのものなんですね、うんうんうん、あれは自分で物語を書いて、はい、日本語版も自分で訳した。こんな感じで、60何点、サトシさんの、絵が入っている、このクリシェ辞典というそういう本の話でした。で、さっきちょっと、サトシさん触れてらっしゃいましたけども、これがどっかの展覧会でその展示することになったことで、別の作品もそこから発生して出てきたんですよね。イギリスにもう十数年前なんですけど、セブンストーリーズっていう自動車の博物館っていうのがニューカッスルという北の町にありまして、それが作られていく工程で、それを主催している人たちと知り合って、まあ、主催している人たちがそのイギリスのいろんなジョン・バーニンガムとかクエンティン・ブレイクとか、ありとあらゆる作家に相談したんですね。で、僕も相談されて、で、それを作っていく工程にだいぶ関わったんですね。で、その時にこの最初の何年も関わった上で最終的に開館したんですね。で、その最初の展覧会を4人の作家が担当して、日本で知られている人だったらアンソニー・ブラウンとかジェーン・レイとかそういう方いて、僕もそのうちの一人で、なぜか分かんないけど、僕はこの言葉の部屋、詩の部屋をやれって言われて、で、これは模型ですね、作る前こういうものにしたらみたいな、で大体その通りできてるんですけども、それでやったら、その当時クリシェ辞典があったんで、その館長というかその方に見せたら、ぜひ使ってほしい、この壁がクリシェ辞典ですね、そのクリシェ辞典の絵が、はい、で、それプラスもう一つ面白い言葉の詩があるから、それにも絵つけてって言われたんですね。それがこれなの、これね、はい、はい、で、これはロジャー・マッゴフ、はい、そうです。ロジャー・マッゴフというのはそう、こっちのところに、イギリスの有名な詩人で、ポール・マッカートニーの弟と一緒にバンドやってた人ですね。ちょっと僕の方の、なんですよ、コンピューターのスイッチ、はい、これが僕がロジャー・マッゴフとやった、僕がやったってところですね。ロジャー・マッゴフが詩のアンソロジー、彼が選んだ詩の割と分厚い本なんですけど、それを頼まれてやったのがあって、他にもロジャー・マッゴフと数冊一緒に
あの絵を描いてもらったんですよね。でロジャー・モックという人はリバプール出身で、まあ、ビートルズの同じ世代の人で、まあ、おそらくあのみんな知ってたと思うんですよね。だからロジャー・モックがポーマカトニーの弟とバンドやって、結構それはある時期人気のバンドで、スキャフォールド、スキャフォールド、それはね、バンドって言ってもなんか言葉の、うん、コミックバンド、そうです、コミックのバンドですね、うん、ロジャー・モックの詩とかにもそのポール・マッカートニーがあのイエスタデイを書いた時に居合わせたっていう詩があって、うん、でこれはね本当なんですけど、ポール・マッカートニーってあのメロディーが頭に浮かんだんだけど言葉が浮かばないんで、なんかハンプティ・ダンプティとかなんとかそういうわけのわかんない言葉 でそれを聞いたロジャー・マックオフが、いやそれは違うと、これはラブソングであると言ったから、うん、ラブソングになったんだという、そういうことかな。でロジャー・マックに、あの話本当なのって聞いたら、もうもうもうです。もうです、大体っていう。だから多分半分本当で半分嘘だと思います。いやでもこの The Ring of Words っていうのはあの詩のアンソロジーとしてあの素晴らしいです。で、あのなんかちょっと謙遜して言ったけど、本当にこれ半分はもうサトシ北村の作品で、もう全ての詩に絵がついていて、で。さっき の, あのアイスクリームの工程と同じで、てかそれ以上にこうレイアウトはもう北村さんが関わってそうですよね。あの詩の原稿だけもらった後は全部各ページ僕が絵入れて構成してって、実はこれなんかあの、ビクトリア・アルバート・ミュージアムって工芸の博物館ロンドンの、はい、そこが出してる、はい、あのデザイン賞、出版物のデザイン賞っていうのがあって、それの賞を取ってて、ただ当時はすごく地味な賞、今は結構あの大きい賞らしいんですけど、僕がもらった時はすごく地味で全然話題にもならないようなね、あの 賞でしたけど、うん、いやでこれあのその詩自体もあの子供でも分かるような詩っていう基準で選んでるので、外国人が読んでもあの分かる度合いはかなり高く、あのその内容もいいし、だから、そのもう 見た目目に入るというか、ビジュアルからもなんか頭に入る度合いもすごく強くて、もうあの素晴らしいあの暗数術、これ今全然無理です、はい、もう手に入れて、とっくの昔の絶版だった。あ、そうなんだ、もったいないですね、もったいないですね。どうですか、はいはい、でそのロジャー・マッゴフがそういう言葉遊びやってるんだけど、これは一種、もうその詩の方が全てこう言葉をあのさっきはあのサトシさんの絵が、言葉を曲解してましたけども、今度はもう詩自体で常に言葉を曲解していて、例えば Well Wisher という言葉がある、これは早く病気が良くなりますようにとか、その他人にこうあの幸福を幸運を願ってくれる人っていう意味なんですけども、それで Is a Well Wisher Someone Who Wishes at Well、 この Well をあの井戸の意味にとって、あの井戸で願い事をする人のことかしらって言ったりとか、例えばこの Is a shoplifter a giant who goes around lifting shops、はい、ショップリフターっていうのはそのショップ、お店をリフトしてこう持ち上げて、もう回る人かしらっていう、もちろんあのご存知の方多いと思いますけど、ショップリフターっていうのはあの万引きする人の、ことで、ショップの中でこうなんか商品をリフトしてしまうっていうことですよね、はい、でこれもまあ、 あのもちろん言葉だけでも十分まあ楽しいんだけど、これはやっぱり何と言ってもこの北村さんの絵が入ることでもう面白さもう倍増どころではないですよね。あのロジャー・モックってね、あの彼ワード・スミスって言われ方時々するんですけど、うん、本当にあの言葉に長けた人で、あのそれをいろいろいじくり回して、うん、ちょっと意味変えてみたりとか、うん、で僕が、最初イギリスで仕事を、まあ、最初の本出した頃にまだ出る本が出版される前かな、イギリスで一冊本を書いて最初の本 で日本戻ってきてたんですね。そしたらイギリスであった出版社の人があの原稿を送ってきて、これに絵をつけてくれって言われたのがロジャー・マッコフの詩集だったんです。でかなり傑作詩集で今でも出てると思うんでね、40年ぐらい経って、でその詩集
をもらった時にほとんど詩なんて読んだことなかったんで、よく分かんなかったですね。で結局分かるやつだけ詩に絵を作ってちょうど半分ぐらいで編集者がこれでちょうどいいと言ってたんですけど、その時に辞書に出てない言葉があって、で困って、で、神保町に当時、ブリティッシュカウンセルっていうのがすごい図書館なんですね。でそこの図書館に行けばイングリッシュ、オックスフォード・イングリッシュ・ディクショナリーって全20何巻とかあるから、それを見に行ったんですね。でそこにも出てないんですね。ちょっと近い言葉あったけど、それはもうなんか16世紀、7世紀の言葉みたいなやつで今使う。で困って、でそこにイギリス人らしき人が新聞読んでたんで、すいませんって言ってこの意味を教えてくれますって言って見せたら、大笑い始めて、で何かっていうと、その雪が降った日に、朝起きた雪が降ってて、男の子が窓の外を見ながら考えるんですね。トゥーボガンオアノトゥーボガンで、トボガンっていうのを TO と後のボガンの分けてですね、つまりシェイクスピアの有名なね、トゥービーオーナーというをもじってトゥーボガンオアノトゥーボガン、ソリで遊ぼうかどうしようっていうのを、遊ぶべきか遊ばざるべきか、そういうあれがあって、それのボガンっていう動詞を探して、僕は辞書をいろんな辞書を見て、結局イギリス人に言ったら何のことはないっていうね。でそういうことをすごくやる人ですね、どちらも。こうやって、はい、じゃあそんな感じで他のも駆け足で見ていきましょうか。 Is a bad speller one who casts a wicked spell、 はい、バッドスペラーっていうのは要するにしょっちゅう綴りを間違える人、日本で言えばなんか漢字の間違いが多いような人ってみたいな感じですけど、それを、そういう意味に取らないで、要するに悪いスペル、呪い、呪文ですね、悪い呪いをかける人のことかしらとか、Is a fly fisherman an angler who fishes for flies?はい、フライフィッシングってもうこれ日本語になってますよね。ちょっと僕釣りあんまり分かんないんだけども、でフライフィッシャーマンっていう、そういう釣り の, やり方をやる人ですけども、それを本当にフライをフィッシュする人ってことで、こういうふうにハエを一生懸命釣ろうとしてる人にしてるとか、あるいはこれは Is an eye opener a gadget for opening eyes? はい、アイオープナーっていうのはもう日本語だったら目から鱗っていう感じですかね。もう要するに目を開かせてくれるようなもの、素晴らしいこう啓示を与えてくれるものってことですけども、それを本当に目を開けるためのなんかガジェット、仕掛けがあるんだろうかってことでこんな仕掛けを作っているとか、なんか注釈あったら言ってくださいね。はい。Is a night nurse a nurse who looks after the night? はい。ナイトナースというのはもちろん夜晩 の, 看護師さんのことですけれども、それは本当にナイトをナースする人ということで、こうやって夜を世話してくれている、そういうナースに仕立てている。これはもうさすがにもう少し説明が必要と思ったか。 Who puts it to bed and then turns off the light というふうに、こうやって夜を it the night, the night ですね、夜を寝かしつけてそれで明かりを消す人のことかしら、はい。 Is a potholder a gunman who shoots holes in pots?このポットホールってどういう意味ですか？ポットホールってあれじゃないんですか？地面の穴じゃない？地面の穴のことね、うん、本当に道路に開いてるような穴、はい、でそれを、まさにポットにホールを作る人ってことで、こうガンマンがポットを打って穴を開けようとしてるとか、これはひどいですね。Does a babysitter really sit on tiny tots? Tots ってのはこういう赤ちゃんのことですね。ベイビーシッターってこれももう日本語になってますけども、本当にsit on a baby って感じで、tiny tots、その小さい赤ちゃんの上にsitしてる、座ってる人のことかしらってな風になって
いる。はい。で、あともう一つだけ。Is a pig farmer really a land-owning pig?、ピッグファーマーってのはもちろんあの豚を育てている、農家の人、農夫のことですけど、それ本当にあのもうあの、豚 の, あのファーマーというふうにあの捉えているっていうことです。はい、これは日本では今見せたのは日本では目に触れることができないもの。このそうですね。というわけなのであのしっかりあの記憶に刻んでください。はい、こんな感じでした。はい。で、じゃあ次に行きましょう。で次はあの少し話がずれてまあ。名訳迷う方のもう一つの名訳っていうのが、今日 の, あのこの、講演のタイトルなのでそういう話をちょっとしようと思いますが、北村さんから見てなんか あれは名訳だなみたいなのはありますか？そうですね、よくわかんないんですけども、うん、あのこれまあ、誰が訳したか分かんない、あの J. ルービンかも分かんないんだけど、あの村上春樹さんの作品の英語で読んだこと何度かあるんですけど、はいはい、すごく読みやすいっていうかよく分かんないんですけど、で結果的に何年も経つとあの作品は日本語で読んだんだろうか英語で読んだんだろうかっていう感じになる時があるんですね。でそれはね、あと柴田さんのポール・オースターの役もそうで、両方英語でも日本語でも作品によって、うん、あの同じ作品両方の言語で読んだことはないんですけど、でも思い返すとどっちで読んだのか、うん、柴田役で読んだのか原文で読んだのかっていうのがあって、一つはもちろん翻訳はいいってことなんですけど、作家の原文自体がにそういう性質があるんじゃないかと思うんですよ。なんかすごく自然に書かれててよく分かりやすく書かれてて、僕日本語訳読んだことないけど、カズオシグロはね、カズオシグロは全部英語で読んですけど、あの人の文章もすっごいこうあのなんていうの、読みやすいっていうのはもちろんあるんですけど、なんか自然に入ってくるんですね。で、あの満たされざるものっていう、ものすごいへんてこな長編あるんです。あれ読んでるとあのすごい楽しく読む、わけわかんない話なんです。すごい楽しく読む。なんでだろうと思った、文章を読んでるのなんか心地よかったんですよ、うん、そういう文章を書かれる人ですよね。そうですね、うんうん、だからそういうのが良い訳し翻訳なんじゃないかなと思いますけど。村上さんとオースターと和夫石黒ですね、うん、なんかすごく雑に共通点言うと、やっぱりどの人も文章割と読みやすいですね。多分外国語でとして日本語を勉強している、外国語として英語を勉強している人にもあの読めるタイプの文章だと思う。でそれはやっぱりそのなんというか、さっきのあの、ウルフ・イン・シープス・クローゼングみたいに、その言語特有のなんか表現に頼っている部分が少ないっていうことなんだろうね。そうでしょうね。だってあの石黒、和夫石黒の場合は翻訳されることを意識して書いてるでしょ、うんうん、で、あ、僕なんか自動車やってるとそれは同じで、いわゆる翻訳されるっていうのが前提みたいなところがあるんですね、うん、だから英語のシャレとかダジャレとかそういうのあんまり喜ばれないんですね。あ、で、それがまあなんだろう、ある種の翻訳して効果があるようなもんならいいんですけど、もうダジャレみたい、いわゆるダジャレみたいなものはなるべく避けようみたいなのがあります。だから特に児童書、絵本は絵が物語して文章短いので比較的あの普遍的というか世界共通的に書けるものですけどね、うん、なるほどね、うん、まあ、そういうのがやっぱりあの小説でもあたかももう最初から翻訳されよされるのを待ってるみたいな文章ということですね。あともう一つはやっぱり凝りに凝った文章ってね、それが意味がある場合はありますけど、いいのかなって、今いけないことももちろんないけど、なんだろう、そういうあのとにかくあの児童書をやってて思うのは、ある程度複雑なことでも絶対
子供に向かって語れるはずだっていうのは、特に絵をつけるんだし、だからあのそういう感じはありますよね。あ、それよくわかりました。はい、うん、ありがとうございます。で、じゃあ今度は、逆にというのかな、むしろこれに凝ったものがどう翻訳されるかっていう話にもなるかもしれません。ちょっとこの英文をご覧ください。どこまで大きくできるかな、このくらいですかね、はい。まあ、意味はあんまり考えなくてもいいっていうのかな、まあ、ちょっと見てみると、 Incurably insomniac Anton Vau turns on the light、はい、もうどしがたい不眠症患者のアントニー・ヴァールが明かりをつける。 According to his watch, it's only 12:20 で、腕時計見てみたらまだ12時20分であると、はい、With a loud and languorous sigh, Vau sits upStuffs a pillow at his back, draws his quilt up around his chin, picks up his food done it. ちょっと長いからこの辺で切ろうか。はい、まあ、要するにその、大きな、なんか物憂げなため息をついて、こう上半身を起こして、で、枕をこう後ろに持ってって、で、切ると、こう、もう顎まで引き上げて、picks up his food done it。今読んでた、推理小説を、持ち上げて、みたいな、まあ、要するに、まあ、不眠症患者が、夜にこう何をしてるかみたいなことが書いてあって、でもなんとなくこの文章不思議だなというふうに、まあ、思われるかどうかちょっとわからないんですけれども、もうこの数行、この辺りまで読んだだけで、英語圏の話者は何か変だなと思うと思います。で、何が具体的に変なのかっていうのは、実はそれは英語を読めても読めなくても分かる話なんですね。この文章、何が何というか特異だというふうに思われますでしょうか、皆さんは。これはあの、エドガー・アラン・ポーの、コガネムシという、ゴールバッグというあの推理小説がありますけれども、あれをお読みになった方にはピンとくるかもしれません。英語のアルファベット26文字あるわけですけれども、その中で、一番多く使われるアルファベットは E です。26分の1どころか、だいたい 12% 近くは英語の 12% 近くはあの E なんですね、はい。で、この文章はですね、一切あの E があの、ないまま、書かれて、います。で、このそれがあの1ページ2ページでは、ありません。300ページぐらいありますけども、300ページで一切あの E があの出てこない。だからあのザとかあのヒとかですね、かなり普通の単語があの、使えない、形にあのなってるんですよね。それってあれ、これ翻訳じゃないですか。はい、でこれは翻訳なんです、はい。で、原文はあのフランス語です。でフランス語の原文もやっぱりあの、E が一切あの使われずに、書かれて、います。これ書けるか、書けますよね、はい。ジョルジュ・ペレックという人があの書いてるんですけれども、ラ・ディスパリシオンっていう、消滅っていう、消えることですね。要するに E が消えてると。で、あの、中身はあの E ということとは、その E という文字とはあの全然関係ないんですけども、ただなんかその小説読むと、この世界には何か大事なものが足りないなっていうふうにこうあの人々がこう思いを抱いて、その中ですごくこう面白いちょっとあの、探偵小説仕立ての文章が出てくるってことなんですよね。でフランス語でもあの E は U って言いますけど、U があのやっぱり一番よく使われるアルファベットなんですよね。だから300ページのその U なしのあの、まあ、あの同じこれです、これなしの、僕のフランス語の発音下手なので、これなしの300ページのフランス語の小説を書くのと、それをあの300ページ、E なし の, あの翻訳を作るのと、どっちが難しいかというと、ちょっと生の微妙なのどっちもすごいですよ。あのもうこのタイトルだけ見ても「ラ・ディスパリシオン」ですよね。でこれもし直訳したら「ザ・ディサピアランス」ですよね。
消滅ですから、そうするともうここでここに因が出て、ここにも因が出て、あ、ここにもなるんだ、もうこれで3つアウトなんですよね、はい。でそれをじゃ あの役者のギルバート・アデアっていう小説はいまいちだと思う、自分あ小説家なんですけど、自分の小説はいまいちかなと思ったりもするんですが、こういうタイトルにしてるんですね、 Avoid。 でこれが表紙ですけれども、もうちょっと知っておきましょう。で背表紙見てもこんな感じなんで、なんかデザイナー的にはこうちょっと微妙に狭くありません、ここのところは。でも彼の著者の名前にはいいわけ言ってる。それはそうなんだけど、それそう省くべきだったんですよね。いやそうか、それは考えたこともなかったな、ね、はい。まあ、いやでも僕が問題にしたいのは、ここのさ、こうちょっとここ少し狭くないですか、アボイドに。そうそう、だからその要するにあのここにも遊びがあって、うん、ここもやっぱり微妙に狭いじゃないですか。で要するにアボイドってことで、要するに一つのこうあの空虚っていうか、要するに意義が欠けてるっていう意味と、もう一つはもうこれくっつけて読むことも奨励されて、アボイドっていう意義を避けるっていう意味にもここにあるっていうのも、もうすごい卓抜なあのタイトルだと思うんですけども、そんな感じで、300ページがこう進んで、だいたいそもそもあのこの人の名前からしてですね、これヴァウルっていうあの、名前なんですけど、これ要するにここにあの E をつければヴァウルっていうあの母音っていう意味じゃないですか、はいはい、でそれを E を取って、この名前にしてるっていう、この中身だからフランス語の原文は、また違うんですよ、確かこうでいいのかな、ヴァイエルですよね、もう一つ言い方、いや多分こんな感じだったと思います、はい。もしかしたらちょっと一文字別のがどっかにあったかもしれないんだけど、それで、いや違うな、こうか、これ消しゴムが便利だな、これで最後にまた E も入るのかな、ちょっとすみません、フランス語弱いんで、で、それをこう、取ってこういう名前にあのしてるんですよね、はい。そんな感じで、あのどっちもあの、原文もすごいアホに、でしかもストーリーが面白いっていうのがまたあのすごくて、あでこれはあのちゃんと日本語の翻訳もあって、延滅というタイトルになって、ていて、で日本語の役者もすごく工夫していて、あいうえおの異段ですね、異段を一切抜いて、だから普通だったら隠滅っていうところがあの延滅になってるんですけど、だからやっぱりあのアルファベットの E がないみたいに視覚的にパッと分かるっていうのとは違うんだけど、やっぱり独特の響きの翻訳になっている。水圧とかはそれっぽいってやってなかった、残像に口紅をで一文字ずつ抜いていくやつですね、そうそれと同じような、 これはあの、ウリポっていうその文学者と数学者 あのグループがあって、この何の省略だか略だかあの頭文字だか忘れましたけど、このウリポっていうのがそうやって、ある種のルールを決めて、そのルールにのっとって、大体要するに制限を加えるわけですけれども、それにのっとって、面白い文章を書こうっていうことをあのやっています。でそういうことをやってる中のもう一つの、成果がこの、文体練習っていうのは、もともとはこれも、フランス語でエクセルシス・ドゥ・スティールっていうあの、文体練習ってレーモン・クノーという人が書いたんですけども、これはまず最初に何とか基本的な何というか、基本となるシチュエーションみたいのがある。でそれも文章になってるんですが、ちょっと長いんですけど、要するにこう バスの中で何か、一悶着あって、で最後にこう、君のことにはもう一つボタンをつけた方がいい、あそうかごめんなさい、これじゃちょっと見えないですね、失礼しました。このくらいだと見えますかね、はい。君のコートにはもう一つボタンをつけた方がいいなと言っている。 でそのボタンをつけるべき場所、襟の開いた部分を教え、その理由を説明するという、まあ、あのこのさっき見せた写真に、あるようなシチュエーションがまず普通の文章で書かれている。でこれを99の文体で書き換えようっていう、そういうことなんですね、はい。今のがこう1番目の普通の文章ですけど、で2番目は、複式記述といって、昼の12時の正午頃、
私はコントレスカルプとシャンペレとを結んでつなぐ S系統路線の公共乗り合い自動車バスに乗り込んで乗車した。要するにあの馬から落ちて落馬するっていうのをよく言いますけど、それをもうこう徹底してやってみるっていう、そういうふうにこう、一つ一つの文章の中にこう、実験があるんですね。例えば、13番目の厳密にスケートを走る長さ10メートル、幅 2.1 メートル、高さ 3.5 メートルの1台の路線バスが48人の乗客を乗せて、始発の停留所から 3.6 キロメートルの地点を通過し、云々というふうにこうもうずっとその厳密に数字が並んでいるとか、あるいはだいぶ飛びまして、歌の調べというのは、バスは行く行く、バスは行く、スケートのバスは行く、通りを抜けてくねくねと。というような感じで、さらに展開すると古典的になると、昼はバス、満員の頃はサラメ、ヨーヨー乗り込んだデッキ風呂、人あまた必死めきて、つま先立ちたる客の細く爪あいたって、これもうあの、会話なんかなんですね。何事ぞこれ、書くな踏みそう、痛いの足踏むなよっていうところなんですけれども、はい、てな感じでですね、それ枕草子の文体で書いてる。だからこの辺りになるともうやっぱり創作じゃないとダメなんですよね。原文のフランス語の文章は、ギリシャの古典 の、 あの文体で、すごくこうギリシャ語語源 の、 あの、長いあの、言葉をあの使って、います。これなんかはほとんど直訳でいいのかもしれないけれども、これは僕すごい好きなんですけど、昼のバス S において座っている乗客全体を集合 A とし、立っている乗客全体を集合 D とするという集合論というやつなんですよね、はい、というふうに99の文体であの、訳し、分けて、います。これはあのもう名著中 の、 あの名著だろう、名訳中の名訳だろうと思います。このイギリス人のためにもうなんか何読んでも何のことかさっぱりわからないんだけど、音に出すとですね、 Are he know of il gallo watashi wa bus ni no rim mashita というふうになってるんですね、はい、これなんかあのフランス語のね原文読んでも、まあフランス語もあんまりできないこともあるんだけど、あの、こっちの、 あの朝比奈浩二さんという人が訳してるんですけど、これの方がずっと面白いと思いましたというふうになっております。文体練習という本なんですね。でなんとやっぱりこの本っていろんなふうにこう、みんながこの本から遊んでみたがる本みたいで、一人の漫画家が、コミック版文体練習だとか国書刊行会から翻訳が出てるんですけど、これをあの漫画にしたりもしていて、もう一つここでお見せしたいのがこの、このエクセルシス・ドゥ・スティルっていうその文体練習っていうのを、これガリマールですね、フランスの大きな出版社の、このガリマールが、いろんな作家に、絵本作家ですか、そうですね、うん、ガリマールの児童書部門がおそらく、創立何周年記念みたいな出版ですね。でガリマール社で関係のある仕事したことのある絵描きに頼んで、文体練習のイラスト描いてくださいっていう、だからそれぞれの絵描きを勝手に描くということですよね、一定で、はい、でこんなふうに どの人も見開きの空間を与えられて、でこれはもう下のページと上のページがこう別々にめくれるようになっていて、どれとどれを組み合わせてもいいという形にあのなってるんですね。でみんなそれぞれこういろんな、絵になって、いるわけです。でここに、北村さんも、参加していて、これがいやこれ傑作ですよね、はい、縦横が間違ってるのはですね、あの向こうの人がフランス語で依頼してきたんで、フランス語全然わからないので多分縦横間違えたんですね。あ、そう、いやでも絵としてはすごくこの縦長の絵の感じが、はい、生きてますよね。なんかちょっとすごく大判なので、全部を見せるのはなかなか難しいんですが、こんな感じで、そのこの2人 の、 そのボタンのシーンがこういうふうに、
なんかその、はい、2人の人間は僕の場合は、うん、あのキリンと魚にしてあって、なんかすごくシュールな感じがするから、うん、そういうふうにまあ遊んだんですけどね。もう本当にそれぞれ全部解釈が違うし、うん、まあだからこれは面白いアイディアだと思うのは、文体練習をいろんな人に頼めば、もう即文体の練習的な絵が出てくると。みんなスタイルが違うから、そういうことですよね、うんうん、あとね、僕これのねマイムを見たことあります。あの全あの文体の練習というマイムの イギリスでだから手振り身振りで表現するんですね、その違うシチュエーションを。そういうのがありまして、はい、そんな感じで文体練習でした。ここにもちゃんと北村聡さんが関わっているのでした。はい、じゃあ今からですね、ある詩を皆さんにまず見ていただいて、その詩を元にした北村さん の作品、紙芝居形式になってるんですけども、それを、ご覧ください。じゃあ僕はその詩の説明してる間セッティングしてもらえばいいかな。はい、2ページにわたる、まあ、それなりの長さがある詩なので、詩の説明は本当に駆け足になると思いますけれども、ご了承ください。スチュアート・ダイベックって僕ら2人とも大好きな、作家で、その人の、Bath っていうお風呂っていう、タイトルの作品、詩です。で、これは、ここに鉛筆で書きましたけども、Streets in their own ink っていう、それ自身のインクで書かれた、街っていう、そういう詩集の中に入っています。ここにもうあれだな、活字でこういうふうにタイトルがありますけど、でそれ自身のインクで書かれた街って何のこっちゃいというふうに思われると思うんですけれども、これはこれも言葉遊びで、イカの墨にってあるじゃないですか、あれ黒いね、それ Squids in their own ink っていう、そのイカの、まさにイカの墨でこう似てあるイカのことを Squids in their own ink っていうふうに言うんですよね。でその文字で Streets in their own ink っていう、だから僕はそれを訳した時にもうその言葉遊びは諦めて、それ自身のインクで書かれた街っていうまさに文字通りの訳にしたんですけども、やっぱり本当はそうじゃなくて、イカの墨にじゃなくて、まあ、ストリートだから街の墨にとか、した方が良かったので、まあ、だから例えば今だったら街の墨にではさすがにシュールすぎるので、例えば街の隅にとかして分かる人には分かんないから、まあ自分で解説する、こうする方が良かったですかね、やっぱりね、はい、もう後の祭りなんですけど、はい、こんな感じで始まる詩です。She mops washcloths down his spine and scrubs。 ここはモップとかスクラブ、こするゴシゴシこすることですね。 washcloths とか割とお掃除のイメージですね。その誰かが誰かのその脊椎背骨に沿ってこうその洗い布をこうだんだん下ろしていってゴシゴシこすってる。 Until his bones glow with the inner light of porcelain。はい、グローっていうのはこう内側から光を発する感じなので、その後イナーライトっていうのはほとんどもうなんていうかダメ押しの感じなんですけど、その骨がもう内側から光ってる感じで、でそれが、こう陶磁器の内なる光を伴ってる。でまあこの「バス」っていうタイトルもあるから。なんとなくこのポースリンはバスタブのことかなっていうのは、まあ、多分連想を働くと思います。And when his haired hair bursts into form、 こうなんかシャンプーで頭にシャンプーを頭につけるとこうなんか五行が立ってる、五行が出てきてるような感じはしますよね。ヘイローっていうのはそういう意味です。その五行が、生じた髪がもう、バッとこう泡立つ、こう泡がこうどんどん上がってる。He holds his nose and dunks beneath the soapy goon. Dunk って言葉はもうバスケットでダンクシュートとかピュッとこうなるっていう、沈むっていうことですけど、で、そうやってシャンプーしてもらって頭がこう泡立ったところで、
その、その男の子がこう鼻をつまんで、もう死に、その石鹸の闇の中に潜っていって、ears flooding with signals, the pipes transmit like microphone. ここはシグナル、トランスミット、信号を伝達することね、マイクロフォンという、ここはもう完全にあのコミュニケーション、電気のコミュニケーションのイメージで、で水にブクブクブクって潜ると、耳にこう、信号が溢れて、でパイプがもうマイクロフォンのように、信号伝達する。The boy can hear another city. で、もうその水の中に潜ると、もう一つの別の街が聞こえてくる。The one below, その、もっと下に潜った街、where wind coils when it isn't howling. もうその、風、そこでは風が渦巻いている、コイルしてるか、howling、もう吹き荒れてるか、どっちかで。で、そういうところに行くと、can hear purgatory.Purgatory boil. Purgatory って煉獄ってなかなか馴染みがないんですけど、まあなんかあの地獄の待合室みたいなもんだと思うと一番いいと思うけど、それがもうボコボコ、泡を立てて、up through the manhole、マンホールから上がってくる。一方ではなんか下からそういうものが上がってきて、もう一方では a river flushing souls into the underworld、ここはもう完全に水洗トイレのように、フラッシュっていうのはあの、トイレで水を流すの、流すですね。でその川がもういろんな人の魂をもうトイレみたいに into the underworld、 そのもう、黄泉の世界にもう流してしまう。 Tomorrow's news、 どうもここではもう時間の感覚も狂っていて、明日のニュースが Bold at the crossroad of subway and sewer、 地下鉄とから、下水道の、その四つ角四つ筋でもうそういう明日のニュースが叫ばれている。 If he were accidentally to swallow hairもうちょっと大きくできるね。ここはね、もしそのここでうっかり、水を飲んでしまったら、The water would taste like silver of a dead man's eyes。これはあの死人の目にあの、銀貨をあの乗せるってそういう古い習慣があることを、踏まえて、もうその水っていうのはそういうあの死人の目に乗せた銀貨みたいな味にするだろう。Upstairs, the、mute emigre waitress he secretly adores、はい、で上の階ではもう密かに彼が憧れている、もう口が聞けないエミグレの、ウェイトレス、これ僕エミグレを移民って訳したんですけど、なんかあのイミグラントというよりはもうちょっとなんていうのかな、ヨーロッパ的で、貧しさよりもなんか元はこう、いい暮らしをしてたっていうのはなんかこう文化を感じさせる、そういうあの響きがある言葉ですね、エミグレはね。なかなかそれにあの相当する日本語はないんですけども、でもとにかくそういう、ウェイトレスに密かに憧れているその人が sings naked in the shower、裸で、そのシャワーを浴びて歌を歌っていると思うと、いろんな音がとにかく聞こえてくるんですね。 The newlyweds from Mexico raised about dinero、メキシコから来たその新婚の夫婦は、もうなんか金の話をもう怒鳴ってるし、 Next door a newborn wails like a black Maria、その、もう生まれたばかりの赤ん坊がもうわーわー泣いてる、そのわーわー泣いてるのが、囚人護送車、まあパトカーを思い浮かべてもそんなに変わらないと思うんですけど、あパトカーのサイレンみたいになってると思うと、 While in a hidden room a crazy old man won't stop repeating the goddamn goddamn、 なんかもうチクショチクショとかもそんな風にもうあの狂った老人がどっか見えない部屋で叫んでる。 And then the boy comes up for air、 でそこまでは水の中から聞こえてきたことで、ここで、男の子がザワッと水から上がってきて、 Eyes burning、 もう目は焼けるように熱くて、 Rinsed hair silky、 もうその、 あの、水の中に入ってすすがれた髪がもう絹のような手触り、His hands wrinkled, Busha says, as prunes.、はい、その手はもうプルーンみたいにシワシワになっていると、ブッシャを言う。ブッシャっていうのはあのおばあちゃんということ。なんかポーランド語ですね。ダイベット自身もポーランド人のおばあちゃんがいて、子供の頃、おばあちゃんは全然英語喋れないし、幼いスチュワートは全然、ポーランド語喋れないんだけども、それでも僕たちは完璧に、コミュニケーションが取れたというふうに、言って、いました。はい、あそうか、ここにもう人形あるんだな。で、overhead、水の中に上がってきましたから、こう天井が見えるわけですよね。overhead, the bell bulbFogs with steam、はい、でもうその天井のもう裸電球も、湯気で曇っていて、でそこで She jerks the plug、 ブッシャーが、おばあちゃんがあの、お風呂の栓を抜く。そうすると That drain、 その、流れる水が Gulps a vortex of gray
失礼、こっちだ、Gulps, Vortex, Grey Bathwater、 こう、言葉の細かいことともかくして、お風呂の中で水が流れるときのブルッとこう輪を描いてどんどん水が流れていく、ああいうイメージ、 Vortex、 渦巻きですね、それを思い浮かべてください。 It's time to rise before it sucks in down。 で、その勢いを見てると子供からするともう自分まで、飲み込まれてしまいかねない勢いなので、もう自分が吸い込まれる前にさっさと立ち上がらないといけない。 To stand, cough deep、 もう、ふくらはぎまで、水に浸かって立たないといけない。 Lacquered with ivory、はい、なんかラッカーを漆みたいなものですよね、それとアイボリー、象牙っていうのはイメージとしてよく合うし、もちろんアイボリーっていうのはそれが大文字になってるのはアイボリー石鹸という有名な石鹸があるからですね。 Smoldering before faucet、その、もう水道線、こうバスタブのこう端っこに水道線がありますよね、その前でもう湯気を立てて子供がね、That trickles a cool stream。 で、その水道線からもう、涼しい、小川が、チロチロと流れていって、At which bush are washes in。 で、そこでおばあちゃんが、彼を洗ってくれて、それが First gently in front and then behind。 最初は前を優しく、次は後ろを洗ってくれて、In a way that no one else will ever wash in。まあ、この辺がもうセンチメンタルにならずすごく叙情的になるダイレクトのいいところで、もうそのもう以後、それ以後二度と誰もこんな風に、彼を洗ってくれることはないような、そういうやり方で、おばあちゃんが優しく洗ってくる。 The moon too must be far above。 今度はもう、窓の外に、詩人の目は行っていて、でも外の月ももう上、その空の上で曇っているに違いない。Misted lamps、その街灯のランプがもう、雲、その、もやがかかっていて、Bleed into reflection on the marbled pane。 このブリードには、まあ、血が流れるというイメージはそんなになくて、なんか紙に絵描いて、それが紙が濡れて絵の具がこう溶けちゃうような、そういうようなイメージだと思います。 Bleed into reflection on the marbled pane、 その、もう大理石みたいにこう模様がついたペイン、窓ガラスですね、窓ガラスの上にそのランプがこう映って、それがこう滲んでる感じ。で、次の、He swipes abstractions in the sweat, finger painting knife。 ここは現代アートのイメージで、その汗を使って、もうアブストラクション、抽象画をこうスワイプ、もうスワイプでも今では言いますよね。抽象画をささっと描いて、もう、フィンガーペインティングで夜を描いて、でその一方はブッシュタオルですね、タオルでその髪を拭いてくれるんですね、はい。As if reviving a drowned sailor, the sea has graciously returned。 これもその優しいイメージですね、その海が、優しく返してくれた、溺れた、水夫を生き返らせるかのように、こうそういう優しさで、こう髪を拭いてくる。 Don't worry, Bush、なんかやっぱりその、まあ、優しい中でも Drowned Sailor っていうのはもう溺れ死んだ、船乗りっていうんですが、ちょっと不吉でもあるんですけども、それを受けて、いや心配することないよおばあちゃん、 Your grandson is clean for Saturday night、はい、もう、ちゃんと土曜日の夜を迎えるにふさわしい、そういう清潔な姿に、体になってるから。 Ears, navel, nails inspected、はい、もう耳も、おへそも爪もちゃんと検査して、この、爪をが切れ、ちゃんと切ってあるかを、検査するってこと、このインスペクトって言葉とネイルって言葉、割とこうなんかこういう文脈だとすごくすんなり結びつくんですよね。ちゃんとどこもきれいになってるか、チェック済みで、teeth unstained、 もう、歯にも汚れはないし、 cleansed、 もう、もう清められてる。 as baptism leaves the soul、 その、 バプティズム、洗礼を施すことで魂が清められるみたいに清められていて、 pure enough to sleep as you instruct him with, the angels、 もう天使と一緒に眠るぐらいピュアになっていて、はい。で、この眠るっていう言葉を受けて、 as you instruct him、 だからそのおばあちゃんがそこでもう眠んなさいっていうふうにこう孫に優しく言ってくれてるわけですけど、はい。で、 cleaner than he'll ever be again、もう二度とこんなに綺麗に なれないくらい、綺麗になって、そういう、まあ、優しい、終わりですけれども、ちょっと実は悲しくもあるという
そういうあの終わり方です、はい、でこれを、北村さんがアートにしてくれました、はい、長くてすみません、はい、いえいえ、あの電気消した方がいいかなって気もするんですけど、あのこれをこうあのアップというか何だできますか、あ、それでいいです、はい、ではちょっと待ってじゃあ、あの日本語を読む、うん、どっちでもいいですよ、あのペースが合うかちょっと分かんないんですけど、僕も初めて見るんですよ、うん、あのこれ昨日出来上がったの、あ、ちょっと待って、さすがに即興で訳するよ、ちゃんと、いや、あれどこだ、すいません、ちょっと待ちを、この次か、はい、フロー、スチュワートダイレクト、男の子の脊椎に沿って彼女は手拭いを下ろしていき、陶磁器の内なる光が骨から浮かび上がるまでゴシゴシこする、五香の刺した髪が一気に泡立つと、男の子は鼻をつまんで石鹸に浸された薄闇に頭を突っ込む、両耳に信号が氾濫し、配管はマイクロフォンのように情報を伝達する、男の子はもう一つの年を聞く、遥か下の風が吹き荒れていない時はトグロを巻く年を、煉獄が煮えたぎりマンホールを通して湯気が上がってくるのを男の子は聞く、川が水洗便所のごとく魂たちを霊界へ流し去り、地下鉄と下水道の四つ筋では明日のニュースが叫ばれる、もし男の子が誤ってこの湯を飲んだら、きっと死人の目から剥げた銀みたいな味がするだろう、上の階では彼が密かに憧れている物言わぬ移民のウェイトレスが裸でシャワーを浴びながら歌を歌い、メキシコから来た新婚夫婦は金をめぐって怒りまくり、お隣の新生児はパトカーのように泣きわめき、隠された部屋で狂った老人はふざけやがってを際限なく繰り返す、やがて男の子は息をしようと自ら上がる、目は燃えるように熱く、すすいだ髪は金、両手はブルーンみたいにとばあちゃんが言う、しわしわ、頭上の裸電球が湯気で曇る、おばあちゃんは線を引っこ抜き、排水口はズブズブ灰色の風呂水の湯を飲み、さっさと立たないと男の子も飲み込まれてしまう、ふくらはぎまでの水の中に立つアイボリー石鹸で磨かれていぶる足の前で水道線からちょろちょろと冷たい小川が流れ、おばあちゃんはまずは前を、それから後ろを洗ってくれる、今後誰もそんな風には洗ってくれない優しさで、月もきっと湯気に包まれているに違いない、もやにかすむ街灯が大理石模様の窓ガラスに映る鏡像に血のような光を注ぎ込む上空で、汗を絵の具に男の子は抽象画を叩きつけ、夜をフィンガーペンティングする、そしておばあちゃんはタオルで彼の髪を拭く、あたかも海が親切にも残してくれた溺死した船乗りを生き返らせるみたい、大丈夫おばあちゃん、
あなたの孫はこれで清潔。立派に土用の夜を迎えられます。耳、へそ、爪も検査済み。歯にも汚れはなく、洗礼の儀式を経た魂のように清められ。これならもう、あなたが彼に命じる通り、天使たちと一緒に眠れるくらい清らか。今後、こんなに清潔になることはないくらいに。はい、以上です。はい、どうも。いや僕今ほとんど見てられなかったんですけど、はい、いい感じですね、そのぐらい。あ、そうです。はい、あの、ちょっと、あの、なんだろう、今の光とかで、あの、どの程度きれいに見えたかよくわかんないんですけど、ちょっと光りすぎたかもしれないですね。もうちょっとこの僕の光が良かった方がいいかもしれないです。これ本当に僕大好きな詩で、あの、面白いですよね。こんな幸せなことはないみたいなことの詩なんですけども、ところどころにちょっと不吉なイメージが挟まってるんですけど、なんか本当にあのライブエックさんの詩の一つの特徴、すごく音楽的だと思うんですよね、うんうん、これもなんかちょっとした音楽という感じがして、それをまあ、あの、視覚的にして、実は去年のこの講義の時に別の3ノクターンズって3つの野草曲っていうのを僕はこういう形にしたんです。で、あの、実はね、ちょっと知ってる人でイギリスに住んでるラトビア人の人にそれ見せたらすごい気に入って、それに音響をつけてくるんですね。音楽というよりいろいろな効果音みたいな。そしたらすごくより面白いものになって、で、ダイメックさんも結構喜んでるしね、うん、で、ですから彼が、あの、これまた送ってやってもらおうかと思うんですけど、ちょっと小さなミスがいくつかあるのでもう一回作り直さなきゃと思ってるんですけど、まあそういうわけなんで、あの、音をつけてくれたのはカリル・アンジーさんですね、はい、カリル・カリス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 ・カリその彼の写真を使わせてもらっています、うん、はい、そうですね、はい、もう時間もだいぶ経ってしまったんですけれども、もし皆さんの方からあのご質問ありましたら、あの1、2は受けられるかなと思います。いかがでしょうか。ありがとうございます、はい、せっかくですので、あの1人2人もしあの質問されたい方があったら、ちょっとここであのお話ししていただきたいんですけど、いかがでしょうか。じゃあひとまずちょっとコマーシャルしましょうか。はい、はい、いくつかあって、まずはこれ2番打ちます。2番お願いします。はい、僕が今阪急デパートで西宮阪急で原画展をやってまして、それはあの4階の売り場、子供のもの売ってるところがちょっとあのミュージアム、小さなミュージアムみたいになってるんです。そこであの原画展やってます。で、それはあの、僕の所蔵、もう40年前に出る所蔵作から最近の作品まで、いくつか出ております。それとですね、もう一つ僕ので言えば、あの、大きな大きな大きな足跡っていうイギリスで出た、あの、なんだろう、非常に面白いあの作品、あのイギリスの兄弟の作家とイラストレーターの兄弟が書いた本で、大変刺激的な本なんですよね。何て言ってるのね、まあ、いろんな環境問題とかそういうのを使ったすごくユニークな本で、それはあの僕が翻訳頼まれて翻訳やってもうすぐ出ます。それは草原社というところから出る予定です。はい、僕は以上、はい、あ、はい、で、今日はこの後、夜の何時からだっけ、7時、はい、19時ですね、から、あの元町に、これですね、ありがとうございました、はい、
はい、ちょっとボクシングどっちが優勢か微妙なんですけども、またやっぱり死闘の90分っていうのは、今度はもう少し朗読中心のものを、やる予定です。なんかまだ席空いてるみたいなので、もしよろしければなんか元町本のしおりとかいうのでサーチしていただければ、死闘の90分っていうのに入れていただけると思います。はい、それからあちょっと、はい、あどうぞ。この間柴田さんが編集されたモンキーの英語版のモンキーの中に僕が書いてる絵物語みたいなんですけども、あそれですね、これの原画がさっき言いましたサンキューデパートの原画展に原画があります。4メーター50ぐらいの長い絵です。巻物みたいです、はい、こういうのか、はい、このザ・ケイブっていう洞窟っていう、なってる。でだんだんこの後色がついて綺麗になっていくんですけれども、そういうこういう物語がこの英語版も、モンキーという雑誌やってるんです。日本語版と英語版と両方あるんですけど、英語版に入って、いました。で、もう一つだけごめんなさい、はい、さっきアイスクリームの皇帝という詩と絵の本をご紹介しましたけど、これもそこで売っていて、これだけはちょっと、宣伝させてほしいのは、もう絶版なので、これは他の本はよそで買えますけど、これはそこでしか、あと今日の夜の本のしおりでも売りますけど、そこでしか手に入らない、ということを一応申し上げます。はい、いかがでしょうか、何かご質問ありますか。はい、どうぞ。あ、そっち来ていただけないといかないのか、ごめんね、そっち、オンラインで流しているので、来年まで伺いました。来年からイギリスに行くんですけど、はい、何かイギリス英語だったり、イギリスっぽい何かに触れられるような、もし作品でおすすめがあったら教えてほしいです。なんかパッと思いつくのはやっぱりアガサ・クリスティとかコナン・ドイル、つまりシャーロック・ホームズとか、はい、ああいうなんかイギリスの古典的な、推理小説というのはやっぱりアメリカではちょっとないものだなと思ったりもしますね。どうですか。そうですね、一回なんかアンソニー・クイーンって作家がいて、その人の作品1個だけ読んだんですけど、すごく面白かったのは、ある時代のイギリス、1980年代、90年代くらいかな、を舞台にしたのすごくよくできてて、面白いのと時代をすごくうまく表現して、まあその時代も知ってるもんで、見事だなと思ったんですけど、どうも最後になってちょっと忘れちゃった。アンソニー・クイーンって昔有名な俳優がいたのと同じ名前で、まあ今50代ぐらいの方だと思うんですけど、その人いろんなの書いてて、いろんな時代、イギリスのいろんな時代書いてるんで、また今度読んでみようと思うんですけど、それ読むと結構おそらくイギリスの近代的過去何十年の空気っていうか、歴史と同時に空気とかわかるんじゃないかなって気がしましたね。イギリスのどこ行くんですか。決めてないんですけど、多分ロンドン。そうね、ロンドン。まあロンドンっていうのは歩き回るとかが面白いところです。僕はずっとロンドンにいたんですけど、飽きない。いろんな場所があるんで飽きないですね。そうね。作品って言われてもちょっと本当すぐには出てくる。まあ、今、柴田さん言われて昔のコナン・ドイルとかなんかも、街がそんなに変わってないから、あ、確かにね。こんな感じかなっていう場所は時々見かけますよね。そのシャーロック・ホームズに出てくるような雰囲気の場所とか。何しろ、シェイクスピアがビール飲んでたパブがまだありますから。
イギリス充実した留学ですか。いや、あの YMS っていう、まあ、ワーホリみたいなやつで。なるほど、なるほど、はい、うん、あの充実した生活が非常に、はい、はい、ありがとうございます。じゃあなんか金もなくてもう時間も過ぎてしまったようなので、はい、今のご質問で、あのそれこそ北村先生のスマイルショップの風景は、はい、あの北村先生のだから頭の中 の、 そのロンドンの風景とか人々なんかが現れてるかなっていう、まあ、あのちょっとイギリスに入って10年くらい経ってて時になんとなくいろいろ思い出すこと、まあ多少ノスタルジックな気持ちでロンドンの本を書きたいなと思って書いたのがそれで、僕の記憶っていうか中にあるロンドンの風景みたいなものを書いた本です。これは日本語版は出てるんですか。出ます、出てます、はい、あれね、中国語版なんですけどね、題が美少商店なんです。美少商店その風にすればよかったかなってあれ見た時思ったんですけど、日本語版もありがとうございます。はい、まあ、本当にあのいろんな話を聞いて、まあ、言葉というものに広くこだわった、あの、まあ、こだわった言葉というものを本当によく見ていろんな角度からあのいろんなお話が聞けたと思います。で、あの、まあ、一言だけちょっと長くなって申し訳ないんですけども、昨日あの翻訳ワークショップを柴田先生にしていただいてた時に、あの2016年でしたか、柴田先生と小川陽子さんの2人の講演会をこのお部屋でしました。で、それを高校生の時に見て、そしてあの今ここに来て柴田先生の翻訳ワークショップの授業を受けられるっていうことをあの言ってくれた学生さんがいました。で、他にはですね、夏に北村先生 の、 あの物語を作るっていうワークショップをしたんですけれども、その時には昨年あの高校生だった方が、まあ、今年1年生で入ってきて、で昨年のその映像を見たっていうことを言ってくれたあの学生さんがいます。で、あの北村先生に会えて嬉しいっていう、いうような話があって、あのそれを聞くとやっぱりあの主催者としてはやっぱりすごく嬉しいし、あの学生の皆さん、そして高校生の皆さんなんかにあの伝わる話だと思いますので、あの言葉ということ、そしてまあ世界ということも非常にグローバルっていうあの話だったと思いますので、あのそういうメッセージを、まあ、神戸市外大英米学科としては皆さんに発信できたらいいなというふうに思っております。ではあのちょっと時間オーバーしましたけれども、あの、柴田先生、北村先生にあの盛大な拍手を。ありがとうございました。ありがとうございました。